はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、パパテラです。というわけで、今回なんですけれども、2つのお知らせがあります。まず1つ目が、一時的にね、フレンド依頼を送れるようにします。そしてもう1つが、カーミーティングのお知らせとなってます。では、まずフレンド依頼についてなんですが、普段はフレンド依頼が、送れないように設定しています。今回、ライブを、するんですけれども、その時の一定の時間だけ、限られた時間のみ、フレンド依頼を受け付けますので、ぜひね早めに、送ってください。この動画が、公開されてすぐに、申請できるというわけじゃないので注意してください。PSID は PPTR_BRAND です。これ以外のアカウントは基本的にほとんど偽物が多いと思ってください。普段から、フレンド依頼が送れないのが、結構本物なのかなと。まあ、それ以外はね普段使ってません。ほとんど使いません。では、まずね、今回のカーミーティングなんですけれども、結構お題っていうのをね、ちょっとね、つけたいなと思いまして、まあ今回のね、干支にちなんでっていう部分もちょっと似たところで、今回ランボルギーニ限定とします。まあ GTA の中でランボルギーニっていう名前はありません。ペガッシ社というね、要するに、車両、レジェンダリーモータースポーツだったら、ペガッシ、ゾラストとか、このように、車両の名前の前にペガッシというのがついているのがランボルギーニ系の車両と思ってください。なのでペガッシトロスとか、実際ランボルギーニウルスとかそういったね、似たような感じですね。まあ、そのままランボルギーニという言葉が使えないのでこのようにペガッシというのがついているのが GTA のランボルギーニ風の車両だと思ってください。この車両で、ぜひね参加してください。ほとんどがレジェンダリーモータースポーツです。また戦闘車両などにも一部ありますけれどもそれはカーミーティングに向きませんので基本的にはペガッシのほとんどスーパーカーだと思ってください。結構価格はね上から200万ぐらいもあるし下は30万ぐらいのやつもあります。もちろん30万ぐらいのね、車両でもすごいかっこいいものもありますので、まあ、お金ね無理にしないでください。ライブにね参加するためにわざわざ買うってほどじゃなくてもいいので普段から持っていてあこの車両を使えるなっていうことで参加してもらえればなと思います。というわけで今回ランボルギーニ限定のカーミーティングをゲリラで行いますのでぜひチャンネル登録と通知をオンにしておいてください。またこの後はカーミーティングの迷惑行為21選というね、まあ、注意しなくちゃならないところですね。カーミーティングに参加するならこんなことはやらない方がいいよっていうのをまあ全部じゃないんですけれども一部、ちょっと紹介ね、過去の動画を使って案内しますので、まあ、それでもね、よくわからないよっていう人は固定コメントの方からカーミーティング迷惑行為21選というのを今一度ね確認してから参加してください。というわけでね、みんなでねかっこいいね映像をね作りたいと思ってますのでぜひ参加よろしくお願いします。では本日のゲリラライブをみんなで楽しみましょう。inches later.A few moments later. No, God! No, God, please, no! 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 Oh, no, 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 no. Oh, 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 oh. Shout to him.